去年、さとこちゃんが、おじさんとおばさんからどんな仕打ちを受けてたか。私たちが一番よく知っているよね。相談室がそんなに広くないので、できれば代表の方だけで。なら、もっと広い部屋を用意してください。部屋に合わせるんじゃなくて、私たちに合わせるべきだと思います。みんな初めての経験なんだよ。全員で力を合わせてクラスメートのために戦うってことが。何？ことわざ？今の私たちにはすごく重みのある言葉だね。ケイチ君、明日は勘弁してあげてもいいんじゃないかな。いや、ダメだ。すごい、全部入れたら明日は60人を超えちゃうよ。多分おじさんからそう答えるように強く落とされてるんだと思う。あんな姿、痛々しくて見ていられないよ。さとこちゃん、今は泣いても誰にも言わないよ。さとこちゃんは大丈夫なんかじゃないよ。みんなが知ってるよ。みんなが助けようと手を差し伸べている。私もね、昔そうだったからわかるの。どうせ誰にも自分は救えない。だから自分が今していることが最善だと勝手に思い込んで、仲間が差し伸べてくれた手をつかめなかった。でも本当に選びたかった世界にたどり着くには、お互いに手を差し伸べなければダメなの。だからね、手を伸ばして。病気？私はリカちゃんがいいと思う。さとこちゃんの一番のお友達なんだから。